重視制度は歴史学、社会学における重視団組織の制度を指す学術用語。重視団とは主君に統率された一団の自由人男子により形成された戦士共同体である。騎士への助人重視制度の根幹であった誠実先生は形式を変えながらもレーン授与や騎士助人など中世の様々な場面に影響を及ぼしている。 重師団における支配から服従の関係は、非支配者である自由人男子の霊属化によって行われるのでなく、誠実関係であるとされ、被支配者は自由的身分を維持したばかりか重師団に参加することはしばしば名誉なこととされている。職業軍人的エリートの仲間組織であったと考えられている。コゲルマンでは、重師団に所属する以外の自由男子も兵役義務があったが、 重子団はそれら反応の兵士とは区別され、主君の周囲に特殊なエリート組織を作り、支配階層として存在していたと考えられている。重子団への加入は自由維持によるとされている。重子制の起源についてははっきりとしたことは分かっていない。北欧で確認される男子名役による仲間団体や、課長性的な家支配との関連性を指摘する研究もある。 4世紀のアレマン族において、すでに重子団らしき、新英隊を確認することができる。ゴート族には明らかに重子団が存在し、おそらく、ゲルマン起源とされている。ランボバルト族、アングロサクソン族にも重子団が確認されている。とはいえアングロサクソンの重子性が、ブリテント征服以前にまで遡るような古い伝統に基づいているかどうかは定かでない。 メロビング庁においては国王直診断という重子団組織が確認されている。この国王直診断はフランク王国成立において領土選挙に重要な役割を果たしたとする説がある。すなわち部族単位で移動した豪都族などと異なり、フランク人はこの重子団組織が征服活動の主体であったとするものである。ともかくメロビング庁の国王敷診断は 裁判制度でも優遇されており、国王の有力なローマ人家臣ともはっきり区別されていた。フランク王国で王国組織が確立され始め、征服的な活動よりも行政的な活動が重要になってくると、純粋士的な重士団は徐々に解体され、霊園性的な関係に置き換えられていったと考えられている。後期の国王直進には土地を支給されている例があることも、 霊園性が重視性から発展したものであることを裏付けていると考えられている。バイキングの戦士団は重視性に基づいていたと考えられ、またバイキングの故郷である北欧では比較的長い間重視団が維持されたと考えられている。1275年にノルウェーで重視団法が交付されていることから少なくともこの時期まで同国では 重子団組織が重要性を持っていたことは間違いない。ルーシにおけるバラング人もこの重子団を持っていたと思われる。実際彼らの優秀な重子団は後に東ローマ帝国の正式な親衛隊となりバラング隊として帝国防衛の中核を担っている。バラング人はスラブ系ではなくスカンディナビアの出身であるとされている。20世紀前半に 法制史的な中世国家研究が行き詰まり始めると、研究者たちはこの重視性に注目し、重視性に対して多様な見解が示され始めた。最も古典的な説においては、ゲルマン貴族の人民に対する優位は、城塞と重視団によって維持されたとされた。少なくとも、重視団が一般領主と区別される国王を支配権の重要な起源の一つであることは、 間違いない。重視制度の政治支配における重要性は様々に指摘されているが、それを中世国家あるいは現実国家の本質部分であると考えることはあまり適切ではない。中世初期あるいはコゲルマンにおいて社会全体に重視制度が適用されていたとする説もあるが、実際に重視制度が有効に機能したのは全体的な政治組織の一部に過ぎないという見方の 方が適切であろうまた、重視制度が一定の支配原理を導くため、イデオロギー的に重視制度を利用しようとすることは絶えない。実際に、中世の文学には、重視制的なイデオロギーが随所に確認できるし、霊園性の重要な精神基盤である誠実は、明らかに重視制起源である。現代においても、ナチズムでのヒトラーへの親衛隊にあるエリート主義的傾向は、 重視制度に影響されている。ありがとうございます。